ください先生。この真っ赤に実ったトマト、すっごく美味しそうだと思いませんか？えん、これも給食部としての成果です。丹精込めて作った甲斐がありました。お、あっちのトマトもすごくいい感じに。なんだか顔が熱くなってきて、その…